けど、日本全国また世界から日本を応援したいっていう声が上がってきてるんですけど、何かしたいっていう人に対して一言だけメッセージいただけませんか。何かしたい、はい、これからこの被災地のために何かしたいっていう人のために。いや俺はもうあの皆さんがね、これでボランティアの方もいっぱい入ってきてるし、まあいろいろさっきも市長から話が聞いたんだけど、やっぱり法の規制とかいろんな部分で、はい、やっぱり先行きが見えないんでね、うん、まあその辺も政治家も何かそれはそれとして、俺の場合役割はこうやってみんな一方みんな喜んでもらう元気を発信する、誰かがバカをやらないとね、自粛しちゃってみんなね、あの何にもできなくなっちゃって、イベントもできない、花見もできない、バカなこと言ってんじゃねえよ、そういう誰かがね一言言わないと、みんな世間が怖いから物が言えないけど、本当のことを今発信する。ありがとうございます。